1. 1リンカーン記念堂。2. ワシントン記念堂。3. 国会議事堂ナショナルモールはアメリカ合衆国首都であるワシントン DC の中心部に位置する国立公園である。時にモール地区などとも呼ばれる。複数のスミソニアン博物館群と国有の美術館や記念館に沿って庭園と緑地が広がる場所であり観光地として知られている。ナショナルモール一帯は ワシントン記念塔からアメリカ合衆国議会議事堂まで特にまっすぐに東へ伸びているがナショナルモールの区域は公式にはウエストポトマック公園と西寄りの憲法庭園の一部も含まれるほか多くはリンカーン記念堂とアメリカ合衆国議会議事堂の間を中心からやや西にずれるようにして分断するワシントン記念塔まで含んだ範囲全体を指す場合が通例である ナショナルモールの構想は当初、フランス人のエンジニアであったピエール・シャルル・ランファンが1791年にワシントン DC の都市創設を計画する際に考え出されたもの。しかし彼の構想は20世紀初頭にマクミラン委員会が都市美運動に啓発され都市改造計画を提案するまで実現しなかった。モール創設のほか、マクミラン委員会は主要鉄道駅を モールの敷地から移動させ、現在のユニオン駅へと移転させた独立記念日の花火。写真はマーティンビルディングから撮影されたもの。現在、モールは観光において最も人気のある観光地の一つとなっている。また、大規模な集会や行進を含む多くの抗議やデモが頻繁に行われる場所でもあり、1963年のワシントン大行進や、 1995年のミリオンマンマーチ等が有名である。毎年7月4日の独立記念日には、議事堂主催の記念式典が催され、花火が打ち上げられる。ユスグスによる衛星画像。安全保障上の理由により、右の議会議事堂と周囲の敷地は事前に画像処理されている。ナショナルモールには、以下の博物館、美術館等が建てられている。 ワシントン記念島国立アメリカ歴史博物館、国立自然史博物館ナショナルギャラリー彫刻の、庭ナショナルギャラリー西東ナショナルギャラリー、東東アメリカ合衆国議会議事堂、ユリシーズ S グラントメモリアルアメリカ植物庭園、国立アメリカインディアン博物館、国立航空宇宙博物館、ハーシュホーン博物館と彫刻の庭芸術産業館、スミソニアン協会本部フリーア美術館、 アーサー・エム・サクラー・ギャラリー国立アフリカ美術館一般に知られているようにナショナルモールはワシントン記念塔遺跡の以下の建築物も含まれている。なお、マーティン・ルー・サー・キング記念碑が2011年に完成。場所はジェファーソン記念館やリンカーン記念館堂からも見える満潮選挙に接する4エーカーほどの土地に位置する。写真は 議会議事堂を背に、モールを西へ向かって撮影されたもの。中心奥に見えるのが、ワシントン記念塔、木々から突き出して見える、右側の緑色のドーム型の屋根は、国立自然史博物館である。リンカーン記念館を背に撮影したモールの写真。リフレクティングプール、第二次世界大戦記念碑、ワシントン記念塔と、議会議事堂が見える。 ナショナルモールから歩いて行ける距離で観光できる建造物には以下のようなものがある。他のワシントンの観光地とも相まってナショナルモールはアメリカ合衆国で最も人気の高い目的地の一つとして知られる。交通の便はワシントンメトロのスミソニアン駅が最寄り駅でありまたーン記念館からまっすぐ南へ行ったところにある駐車場も利用できる。モールは 首都の中核を担う最も広々とした公共の場所であることから様々な形態の抗議活動や集会を行う格好の場所にもなっている。有名な例としてはマーティン・ルーサー・ー・キングのアイハバ・ドリームの演説でも有名であり、人々のアフリカ系アメリカ人の人権を目的とした1963年のワシントン大行進がある。 公式に記録されている史上最も大規模な集会は、1969年10月15日に起こったベトナム戦争の一時停止を申し立てる大規模なデモだった。これは、ベトナム戦争を同年10月までに終えなければ、ゼネラルストライキに入ることを主張していたもので、最大規模に上ったのは10万人が参加したジョージ・マクガバンによる演説であった。 以来さらなる大規模なデモや集会が起こっていたと考えられるが、それ以来もはやアメリカ合衆国公園警察はモールで起きたデモや集会の人数の公式な概算を公表しなくなった。近年でモールにおいて史上最も大規模な集会であったと言われるのは2004年に起こったマーチ・フォー・イメンズ・ライブズで規模は80万人にも上ったと言われる。国立公園であることから 公園の管理はアメリカ合衆国内無償国立公園局が行っている。2018年12月から始まった政府閉鎖時においては管理されないまま公園が開放状態となりゴミが溢れるなどの問題が生じたため一時的に市の公共事業局が国立公園局に代わってゴミ収集業務に当たった。ナショナルモールへはワシントンメトロを経由して モールの南側に位置し、ワシントン記念塔にも近い、スミソニアンステーション駅、北側に位置する、フェデラルドライアングル駅、アーカイブス、ネイビーメモリアル、ペンクウォーター駅、そして、ユニオンステーション駅等が近い。L、アンファンプラザ駅、フェデラルセンターサウスウェスト、キャピトルサウス駅は、モールの数ブロック南に位置する。ありがとうございます。